こんにちは、マッピーフォトのエリナです。今日はフォトショップのパターンで塗りつぶしについてシェアしていこうと思います。動画でも何度か出てきているパターンなんですけど、フォトショップに元から入っている画像を使うので簡単にパッと背景にすることができるんです。わざわざ画像を探してこなくていいので楽だし便利ですよね。そんなパターンで塗りつぶしについて今回は大きく分けて2つのことをやっていきます。1つ目がパターンで塗りつぶしのやり方、そして2つ目が消えたパターンの増やし方です。ではフォトショップでやっていこうと思います。では1つ目のパターンで塗りつぶしのやり方をやっていきます。背景としてパターンで塗りつぶしを使うことが一番多いと思うので、背景としてパターンを入れていく方法を今回はやっていきます。まず最初に右下にある塗りつぶし調整レイヤーをクリックします。そしてその中にあるパターンをクリックします。そして今パターンが出てきました。でこのパターンはいっぱいあるのですが、この下の矢印をクリックするとこのようにいろいろパターンが出てきます。こんな感じで2019年のパターンや従来のパターンなど、もうフォルダに入っているのでかなりたくさんパターンはあります。その中でも今回はちょっと見やすいようにこの木目の入ったパターンを使っていきます。でこれでパターンは選ぶことができました。次に角度です。今木目が縦になっている状態なんですけど、この角度の丸の中に線があるんですけど、ここでくるーっとやっていくと縦の木目が横にすることもできます。そして次に比率です。今 100% で一番いい状態になっているんですけど、これ以上大きくすることもできます。このスライダーを右にすればするほど大きくなります。でこれは最大1000までいくんですけど、1000までいくとこのようにちょっと画像が粗くなってしまうので、できる限り 100% くらいでパターンを使った方がいいかなって思います。では一旦100に戻します。ここはタイプしても大丈夫です。今100に戻りました。でさらに今画像のところに矢印を持っていくと、このプラスマーク、プラスに矢印がついているマークがあるのが見えると思います。これで実際このパターンを動かすこともできるんです。これはクリックしてドラッグするとこのようにパターンを移動させることができます。なのでパターンの木目をちょっと上にしたいとかいう時はこのように移動させることができるので、これもかなり便利です。でこんな感じでパターンは自分で選ぶことができます。このレイヤーの上に写真など載せてしまえば、サムネイルだったりポップだったりもかなり簡単に綺麗に作ることができるので、パターンはかなり使えます。でパターンの色を変えることもできます。ではパターンを一回変えてみます。パターンを変えるときはこのレイヤーの左側をダブルクリックします。そうするとこのように先ほどと同じ画面が出てくるので、またパターンを選び直します。今回はウェブパターンの中の水玉模様にしていきます。でちょっともうなんか見えないぐらいの水玉になっているので、比率をちょっと上げていきます。こんな感じで 769% ぐらいで OK をクリックします。で今白黒の水玉になっていると思うんですけど、この黒のドットを赤に変えたいと思います。そんな時に使えるのがレイヤースタイルです。でレイヤースタイルは下の FX から選ぶこともできるし、あとこの水玉模様のレイヤーのところの右側をダブルクリックすると、先ほどの FX と同じような画面が出てきます。でこの中のカラーオーバーレイを選びます。そしてここを好きな色を変えることができるんですけど、今回は赤いドットにしたいので赤にします。で一旦 OK をクリックします。そして一番大事なのがこの描画モードを変えるということなんです。描画モードは簡単に言ってしまえば白や黒 50% グレーによって色の変化がされるということなんです。で今回水玉を赤にしたいということなので、赤を選んだ状態で描画モードをここのスクリーンにします。でここをクリックします。そうするとこのように、そうすることによって先ほど白と黒だったパターンが先ほどのカラーオーバーレイにスクリーンの描画モードを載せたことによって赤と白のドットに変化しました。これは一番最初にあった木目のパターンとか、あ
と草むらとか色が入ってしまってる場合、ちょっと難しくなってきてしまうのですが、パターンの中のウェブにある白黒のパターンでカラーオーバーレイからスクリーンにした場合、このように色を変えることができます。はい、では2つ目の消えたパターンの増やし方をやっていきます。以前カスタムシェイプの動画でも消えてしまったシェイプの増やし方をやってきたんですけど、 Photoshop 2020にアップデートした時なんかパターンやカスタムシェイプがなくなってしまった人が多いと思います。なので以前あったパターンがなくなってしまったという人はぜひ参考にしてみてください。ではまず最初にカスタムシェイプの時と同じように上にあるウィンドウをクリックします。そしてその中にあるパターンをクリックします。そして今このようにもう3つしかパターンがないという状況なのですが、ここからパターンを増やしていこうと思います。ではこのパターンの中の右上にある4本線ぐらいの線をクリックします。そしてその中にある従来のパターンとその他をクリックします。そうするとこのように従来のパターンとその他のフォルダーが出てきました。でここの矢印を押すと、さらに2019年のパターン、従来のパターンと中を見てみてもいっぱいフォルダーがあるので、このようにパターンの種類も増やすことができます。はい、今回は Photoshop でパターンの塗りつぶしについてやってきました。パターンで塗りつぶしを使うだけで写真の背景などがかなりポップな感じになるので、ぜひ使ってみてください。そして消えてしまったパターンの復活させる方法もあるので、もしパターンがなんか少ないなと思った人はぜひやってみてください。パターンを自分で作ることもできるので、それはまた別の動画でアップしたいと思います。パターンで塗りつぶし便利だねって思った人はいいねとチャンネル登録をお願いします。このチャンネルでは Photoshop と Lightroom について基礎から学べる動画をアップしています。 Photoshop や Lightroom の使い方がわからないという人はぜひ他の動画もチェックしてみてください。見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。